わかる。え、ペコーラ、クエちゃん知ってるかわかんないペコだけど、あのベリーズ工房っていうなんかハロプロのグループのももちって子がすんごい好きで、はいはいはい、わかりますよ。あの握手会行ったことがあるのね。はいはいはい。それで、後半の一番手だったわけ、ペコちゃんが。やばいそれは。やばいペコでしょ、やばいペコでしょ。で、ペコーラも興奮してるわけよ。え、でも、あのベリーズのメンバーが横並びで一人一人とこうやってなんか流れながら握手できるわけよ。握手ね。なるほどね、ももちだけではないんだ。そう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 。いや、ももちが多分ね、真ん中ら辺だった。いや、あれー、いや、どっちなんだかー。順番が忘れちゃったけど、ペコーラは何言おうかなって、その、考えてるわけじゃん、その、始まるまでに。一番手だし、少しでも、ちょっと、覚えてもらいたいよ、ま、とか思いながら、何を言えばいいんだ。でも、多分すぐ剥がされるペコだから、剥がしだ。そうそう、率直に、もう好きですって言った方がええや、とか思いながらも、実際目の前に立ったら、もう可愛すぎて、もう、あれ、なんだっけ、この場って思っちゃって。やばいやばい。そう、もう、あ、やばい、これ、ここ、天国やと思いながら剥がされたんだけど、でもちゃんとね、ペコちゃんは、しっかりしてたのが、ももちだけは、確か右手だった気がする、右手で、あとの子たちは全員左手で握手した。やばくないっすか、それ。で、右手のももちだけは、数日間洗わずに、すごい。きたねー。ちょっと、きたくないよ。ちょ、右と左どっちか逆だったかもしれないけど、もう片方の方はももちだけって決めてたから、もう。そこを数日間は洗わずに、ももちのぬくもりを感じながら過ごしてたことあったの、確かに。いいなぁ、オタクペコラ先輩めっちゃいいなぁ。でも左手で握手ってなんか犬猿の中みたいな、よくない？そうなのかな？わかんない。ペコラとりあえずももちの上書きをされたくないから、あれしてた。気持ち悪いって書かれてるのがおかしいな、これ。いや、なんか他の人ね、左手出されてたら、私のこと嫌いなんだなみたいな。そう思われてたのかな。それはちょっと違うペコだけど、でもやっぱ他の子たちには頑張ってくださいとかも言えたけど、やっぱももちになったら頭パーンって、かわいい、見たいなそのペコラ先輩。いや、やばかったと思う、あの時は。でもね、ペコラはなんかももちがもう引退しちゃって、他に好きな子できるんかなとか思ったけど、できなかった。もう今もももちぐらいしか愛した女はいね。へぇー、一途や。一途やねん、ペコアラ。愛した女しか愛せないタイプ。あ、いい、かっこいいこと言ってる。え、こゆちゃん